えるぜ。軍用マシナリー。最近試験導入されたやつ。戦闘モードが起動しているので、対処しつつ急ぎましょう。制圧完了。やるじゃない。よし、上出来だ。お疲れ様、バン。このまま攻めるわよ。やったか。もっと強く。見つけた。さあ始めるか。よし、上出来だ。やっぱ止められねえか。飛ばすぞエレイン。ええ、これ以上の被害を見過ごせない。見つけた。バトルスタート。慎重にね。チャージアタックが使えるわね。そこだ。シャードを警戒するわ。ブーストを入れる。そうだよ。崩れた。続けエレイン。シャードブーストの攻撃だ。通さない。正気。もらった。今のはいい手応えね。飛ばしすぎんなよエレイン。
相手が悪かったな。共和国軍の部隊をここまで、あれがもう一人のグレンデルか。てめえ、バン来たわね。妖精、いいえ、ホローのプログラム。さあ始めちゃいなさい、赤黒き魔装機。今こそ全てを食らい尽くす時よ。やるしかねえ、みてえだな、エレイ。ええ、負けるわけにはいかない。行くわよ、バン。気合を入れなさい。ブーストチャンス、消えるわよ。いつでも行ける。このまま攻めるわよ。行くぜ。覚悟を決めな。バンドロイズライド。ブーストゲージリミット解除。許さない。ガンガン行くぞ。続け、エリー。速攻よ。カーン。ライド！ブーストゲージリミット解除。
強い。死ぬ。このままじゃ。なんだ。エレイン！ゲッテ！お嬢さん、下がるんだ。いや、そんな…アンさん、いや…いや…でしたら、ヴァンさん、エレインさん、私にも手伝わせてくれませんか？それは…なんだ、今のは。裏解決屋のバイトの一人として見過ごせない状況です。それに、変身する直前に
犯人が取り出した何か、もしかしたら。当然その可能性には気づいてるか。心配するな。一旦この件はこっちで何とかする。学芸祭自体はまだ先だろうが、生徒会は本格的に準備を始めてんだろ。前にも言ったが、学生の本分を忘れんな。それは今しかできない貴重なもんだ。なに、非公式だが剣の乙女もついてる。手がかりさえつかめばあとはどうとでもなんだろ。そうね、万に疑いが向かない形で応援を要請することもできるでしょう。現時点で民間人を巻き込むのは遊撃士としても避けたいところだわ。わかりました。エレインさん、バンさんのことをよろしくお願いしますね。っておい、一応依頼を受けたのはこっちなんだが。まあ建前はこの際いいでしょう。いい報告を楽しみにしていて。はい。あ、いたいた。おーい、アニエス。あれ、バンさんじゃないですか。こんなところで奇遇ですね。なんであんたがここにいるんだ。オデット、アルベール君。よ、学生ども。特別外出中に堂々と相引きとは、不良になったもんですにゃん。ねえ、そんなわけないだろ。って、あなたは。こんにちは。待ち合わせしてたみたいね。おやおや、これはまさか修羅場ってやつなのでは。オデット、すみません、私たちそろそろ行きますね。バンさん、エレインさんもどうかお気をつけて。お、結果は次のバイトでな。学芸祭楽しみにしているわね。なんだこの感覚は。何かこのままだと。アニエス。ヴァンさん、次のバイトは来週の日曜だったな。これから忙しくなるんだろうが、来るならきっちり用事は片付けとけよ。はい、もちろん分かってます。また来週よろしくお願いしますね。バン、そういえばさっき何か。分からねえ。だがとにかく情報整理で一旦事務所に戻るぞ。連絡するって言っていたけど。どうした？そういや、出発前にどこかと連絡を取ってたみたいだが。いえ、ちょっとね。とにかく急ぎましょう。何かが起きてしまう前に。着いたか。そろそろ日が暮れちまいそうだな。とっとと聞き込みを。予想通りの時間だな。
アニエスさん、ルネ。お前ら、どうしてこの場所に？生徒会の用事を急いで片付けて来させてもらいました。やっぱり私にも手伝えることがあるんじゃないかと思いまして。エレインからの頼まれ事の直後に連絡があってな。保護プログラムの一環としてのホットラインで問答無用に協力を取り付けられたわけだ。まさか初めての利用がこんな形とは思わなかったが。何分緊急だったもので、前にお父さんからも困った時はいつでも頼れって言われてましたし。そういうことだったのね、アニエス。お前勝手なことをしてすみません。でもどうしても気になってしまったんです、あの時のヴァンさんの顔が。伸ばしかけて結局収めてしまったその手が。ただの勘違いかもしれないし、どうしてかまでは分かりません。でも何かしなくちゃいけなくて、だからこそ私を巻き込めなかった。そうじゃありませんか、アニエスさん。正直何が何だか自分でも分かってねえくらいでな。そんなことにお前を付き合わせるのは。言ったじゃないですか、寄り添うって。狭間で困っている人を救い上げるのはヴァンさんの方からだけじゃありません。どうか頼ってください。私だって裏解決屋の一員なんですから。叶わないわね。やや過剰とも言えるメンツだが、その分何があってもフォローできるだろう。この建前なら貸し借りも発生しまい、断る理由などないと思うが。ちったく、わかった。きっちり学校の用事も済ませてきた以上、言うことはね。押しかけてきたからには最大限のサポートをしてもらうぜ、助手一号。はい、任せてください。駐屯地にはCID 方面から調査協力要請を出しておいた。私の権限で司令と引き合わせよう。十分以上の情報が得られるはずだ。頼りになるわね。だったら早速。動くな、手を挙げろ。CID からの報告にあった極秘手配犯か。貴様には射殺許可が出ている。おとなしく投降しろ。さもなくば。なんだこれは。動けない。全てを。当たりだったか。マジで追っ始めやがるとは。それにこの反応は。見過ごすわけにはいかない。念のためカードキーを用意してある。あの通用口から行けるはずだ。用意のいいこった。急ぐぞ。